チャーリー・ジェーン・アンダーズは、アメリカ合衆国の作家、コメンテーター、アンダーズと表記されることもある。2011年の中編シックスマンズ、スリーデイズで、9号賞中編小説部門を受賞。2016年の長編、空のあらゆるトリオはネビュラ賞長編小説部門、ローカス賞、ファンタジー長編部門、クロフォード賞を受賞し、 タイム氏が選ぶ2016年ベスト小説の第5位になった。アナリー・ニューイッツと共に SF 情報ブログイオ Q を創設し、2016年まで共同編集者を務めた。チャーリー・ジェーン・アンダーズとアナリー・ニューイッツコネチカット州に生まれ、同州マンスフィールドで育つ。ケンブリッジ大学で英文学とアジア文学を専攻し、香港やボストンで暮らした後サンフランシスコに移住。 感覚統合障害であり、幼少期に特別教育を受けた教師によって、執筆意欲を刺激されたと語っている。2000年から、サッカーナリー・ニューイッツとパートナーになる。二人は2003年に共同で、アザーマガジンを創刊した。2018年に、二人は、ポッドキャスト・アワー・オピニオンズ・ア・コレクトをスタートし、2019年の、9号賞、ファンキャスト部門を受賞している。 アンダーズはトランスジェンダー女性である。ありがとうございます。